皆さんこんにちは、奈良岡仁子です。今回の動画はこちら、じゃん。最新版の落ちないフラフープっていうものをね、使ってみたいと思います。フラフープといえば大きい輪っかですよね。で、このお腹の周りにこう置いて、こうぐる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 っとね回して、腰周りとかお腹周りの、まあ、ダイエットに効果があるんじゃないかなと思うんですけど、このね、最新版のフラフープ、一番の特徴としては落ちないらしいです。なんか私ちっちゃい時フラフープめちゃくちゃ上手だったんだけど、大人になって久しぶりにフラフープをね、少し前にやったら、なんか全然回せなくて結構ショックだったんですけど、まあ結構簡単にできるんじゃないのかなとは思うんですが、まあちょっと開けてみます。ちっちゃいよね、そもそも。めちゃちっちゃいです。パッカーン。おー、シンプルな取扱説明書と、今回カラー私はピンクにしたんですけど、なんか玉がついてたり、なんだこれは、なんかスイッチみたいな LED の何かここにね表示されるような感じのものがついてたりしますが、出してみましょう。なにこれ。いや、ちっちゃくない？お腹にそもそも入るのかっていうぐらいめちゃくちゃちっちゃいんですけど、これ自分のお腹のサイズぴったりに合わせてジャストで巻きつける感じでね、使えるフラフープなので、こんな感じでもう2つこのパーツが入っています。これをまあ連結して使うのかな。じゃあまずはこの製品本体の長さを調整するということで、自分のね、体に合ったサイズに調整していきます。ここにポチ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 ってボタンがいっぱいあります。これを押すのとかね、押すと、あ、簡単に取れる、面白い。で、これでじゃあ私のこのお腹だと、ここにね、ピタ、ここにここで押してカチッとつけた、あ、くっついた、こんな感じです。変な感じで、この内側にね、もうこのつけてないパーツを見せると、ここにイボイボ、こういうイボイボがついてて、程よいクッション性があるんですよね。でもって、この中になんか磁石が入っているらしくて、そういう磁気って結構体のコリとかをほぐしてくれる効果もあるので、もちろん運動効果もなんだけど、まあマッサージ効果というか、そういったものも期待できるんじゃないのかな。で、この状態でね、ただつけてるだけでも全然フラフープ効果ないじゃん、回せないじゃん。で、どうやるかっていうと、ここで重力ボールっていう、この重たい、結構重さしっかりありますね、ずっしりしてます。これをくっつけます。ここにこうカチッと開けてあげたら、あ、入った、ここだ、こういう感じで、おお、こういう風にスライドしますね。はい、こんな感じでここにくっつきました。なにこれ。ブランブラーンと玉ブラブラさせてる感じです。面白い。結構重いね、これつくと。で、ちなみにこのボール結構ずっしり重たいんですけど、ここにネジ穴があってね、これをネジ穴を開けてあげると、中のボールの重さも調節することができるので、ちょっとこれだと重すぎるなーっていう時はちょっとこう減らして、ウェイトブロックっていうのがこの中に入ってるらしいので、その重量を調整することができます。それでは実際にこのフラフープね、回してみたいと思います。どうやって回すかっていうところなんだけど、このボールをこの輪っかの周りをこうスライドすると、こういう風にぐるーっとこうなるわけじゃない。だからこれをさせるのよ。できるかな。普通のフラフープより難しい気がしてきた。ちょっと回してみます。いくぞ、せーの、お、お、うわ、ちょっと待って、めっちゃ難しい。え、回る、これ、うわ、え、これ結構むずいぞ。で、あ、待って、今こうやってね、回してるうちに、ここに勝手に回数が出るかも。今ゼロって表示されてるんですけど、ここに時間とかいろいろ表示されてる。めちゃくちゃむずいぞ。せーの、ほっほっ、もう自分手で一回回してちょっとコツをつかむ。ほっ、あー、あ、あ、うわ、ちょっと待って、全然むずいんだけど。え、ちょっと待って、これしかもど、腰を使うんだ、俺。分かってきたかも。ちょっと一回自分でこう手で回して、うっうっしょうっしょ、はあ、ちょっと待って、激ムズ。これどこ使えばいいんだ、腰かな、やっぱ腰でこうこう回す感じだよね、フラフープって。フラフープってこうだよね、本来。で、
全然回んねえんだけど。そうだよね、腰を使うんだからね。回し方が正直最初分からなくて難しいですけど、今できた時めっちゃ嬉しかった。何この感じ。一回ちょっとここでぐるっと回して上げてから楽。うおー、あー、あ、楽しい楽しい。おおおお、待って、結構疲れる。ちゃんと疲れるぞこれ。やばい。でちょっとここにやっぱり当たってる内側のこのボールがなんかちょっと効いてる気がするんだよね。なんかツボを押さえられる感じもするから、回す時に使うこの腰回りもなんだけど、お腹回りもしっかりグッとね、こう圧がかかってる感じがして、なんかお腹と腰回り効果ありそう。やっぱ腰をさ、しっかりこう柔軟にさせてあげると骨盤の歪みとかも治るって言うから、いいんじゃないの、これいいんじゃない、できるようになってると嬉しい。はい、ということで、まあ、ちょっと最新のねフラフープはこんな感じなんだなっていうことを知れて楽しかったです。普通のフラフープよりかは場所は取らないような気がする。置いとくときにね、分解することもできるからいいんじゃないかなと思う。回すこのボールとここのなんていうの、この長さはあるから、周りにね何も物を置かない状態でやらないとちょっとあの窓ガラスとかバーンとか割れそうなんで、そういうところにね注意すれば結構いい感じで使えるんじゃないかなと思います。ちょっと回しただけで今結構ねじんわり汗かいてます。この辺とかも汗かいてるし、あとここが当たってこう赤くなってますね。一時的な感じだとは思うんだけど、しっかりここもなんかポッポッポってツボを押されてる感じ。あとめっちゃ背中も汗かいてる、キラキラしちゃって汗かいちゃった。何これ。ということで最新のフラフープでした。よかったら皆さんもこういった最新フィットネスでおうち時間を楽しんでみてはどうでしょうか。はい、ということで商品の概要欄はリンクに貼っておきます。お尻もいい感じになりそう、これ。バイバーイ。